バーナデッド・ロバーツは、カリフォルニア州生まれのカルメル海修道会の修道、女である。カトリックの家庭で育ち、幼い頃からカトリックで行われる、瞑想内視感想に、親しみ経験なクリスチャンとして4人の子供を育てた。15歳の時に、修道院に入り、修道女となる。1973年、南カリフォルニア大学で、幼児教育修士,士号を取得。 1982年に自身の感想体験を綴った The Experience of No Self を出版。伝統的なキリスト教感想の枠を超える非凡なものとして注目を集める。ロバーツは亡くなる1年前に ALS と診断され、2017年11月27日、南カリフォルニアの自宅で睡眠中に息を引き取った。 バーナデット・ロバーツは無害の段階として第1段階を神と一体になるワンネス体験であるとし、第2段階の主体、対象、それ自体が三位一体と認識することで無害至るとしている。ミシガン州立大学の宗教学教授であるアーサー・バーツ・ルイスはミスティシズムザ・スタディー・オブ・エソテラシズムの中でバーナデット・ロバーツの著書を20世紀アメリカの瞑想による 意識の本質と自己の性質を明瞭に表現したものとして論じている。ありがとうございます。